バイデン大統領は同盟国が侵略されれば義務を果たす、本当かな。混乱が続くアフガニスタンから大使館職員や民間人の国外退避を進めているアメリカが日本政府に対して自衛隊の派遣を含めた協力を要請していることが分かりました。外交筋にによりまますと今月31日までに すべての民間人の国外退避を目指しているアメリカ政府は、同盟国の日本にも民間人を退避させるための協力を要請していて、自衛隊の派遣の可能性などについて協議しているということです。アメリカ政府が日本政府に対し、アフガニスタンにおける脱出作戦に協力するよう、自衛隊の派遣などを要請していると、 報じておりますが、岸防衛大臣は20日の記者会見にて、特にそういうことは聞いておりませんと否定されました。米国がアフガニスタンの民間人退避に日本自衛隊の派遣を協議とフジテレビが報じた。その後、岸防衛大臣が根も葉もないことと否定した。 集団的自衛権行使の3条件に照らしてもアフガン退避者支援が該当するとは言えまい。ただ同盟国同士では防衛戦略構築上の禁じモデル例として従来から検討協議しているはずである。バイデン米大統領は18日放送の米 ABC テレビのインタビューで、日本や韓国など同盟国が侵略を受ければ米国は約束を守ると述べ、 防衛義務を果たす方針を強調した。米軍撤収に伴う混乱が続くアフガニスタンとは根本的な違いがあると明言。防衛義務を果たすかどうかを疑う見方を一蹴した。米軍のアフガン撤収をめぐる混乱で同盟国の一部には米国の対応を批判する声が上がっており、懸念を拭う狙いが迫られた。バイデン氏は北大西洋条約機構。 な a の名を挙げて、加盟国の防衛義務を定めた、北大西洋条約第5条の神聖なる約束があると力説した上で、それは日本、韓国も同じだと語った。続いて台湾も同じだとも述べた。だが、米国は台湾防衛の意思を明確にせず戦略的曖昧さの政策をとっており、同志の発言はこれと異なる。 就任前から出現駅で知られるだけに口を滑らせた可能性がある。そうだろうか。アフガン混迷に乗じて、台湾を防衛するという本音を語るまでの外堀埋め作戦ではないか。アフガニスタンでの政権転覆に伴う米国撤退に思う。日本では沖縄県尖閣諸島、台湾に他国からの武力攻撃が発生したならば。 直ちに国の存立危機事態が発生する。話し合いの場を作るどころではない。同盟国の助けを待っていられないことが起きる。日本はもう自国の平和とかのほほんとしていられないのだと考える。お聞きいただき感謝申し上げます。